はやっぱりいいよね。何が違うんですか、エコノミーこれフと。ァーストは乗ったことないから分からへんねんけど、まはい。だランクが違う。まあ航空会社によっても違うんで、完璧には言われへんねんけど、まあ、お椅子が全然違うし、普通エコノミーやったらこう3列とか4列あって、こうトイレ行くにすいませんって言わなあかんよかって。お、大変やんか。はシート倒してたりしたら、身動きが取られへんやんか。い。はい。でも、ビジネスとかはもう別にまたいでパッと行けるんで、空いてるんで。あ、そうなんですか。じゃあ、めっちゃ広いです、この間が。全然広いし、ヨーロッパ便の前に行った、イギリス行った時の飛行機は、180度倒せる個室みたいな部屋やから。フルフラットになるんですか？フルフラット、フルフラット。ええー。フルフラットで布団で寝れるんで、普通に。あ、それは、で、イギリスだったら何時間ぐらいですか？ 10 時あれ、だ間。から、12時間ぐらいやったかな。ああ、でも全然、そんぐらいやっぱこう、楽にできるんやったら、そんなに苦じゃなかったですか？ 12 時あ、もう間。全然楽やな。ほんで、なんていうかな。もう、スタートする前に、だいたい、まず、俺、先搭乗して、ああいうとこには、先、シャンパン入れますかって、シャンパンくれるんで。で、まあ、飛行機飛ぶ前に、こうね。飛ぶ前にシャンパン飲んで。で、優先登場ってやつですか？そうやね。で、シャンパンおお。で待ってて、そしたら、ご飯も、全然違いだね。いろんな選べるもあるし、もう、器自体がちゃうから。エコノミー、紙コップより、こっちはしたらグラスで出てくるな、飲み物も。もう、エコノミーのったら、紙のプラスチックのあれに、こう、ジャジャ入れて、出てくるけど、やっぱりもう、ちゃんとしたグラスで出てくるんで。言い方がそう。いや、ほんまに、もう、全然扱いちゃうから。で、酒も飲み放題だし、やっぱりピンポンじゃすぐ持ってきてくれるし、嫌な顔せへんしな。あエコノミーなんかもしたら嫌な顔されるから。お前何回注文するみたいな顔されるから。ほんで腹立つからな、免税で買ったら酒をパカッと開けたらめっちゃ怒られた。ええー。あ、飲んだらあかんねん、買ってきたな、飛行機の中で。そうなんですか。めっちゃ怒られた。それ想像したらまたおもろいですね、怒られてるところを。まあでもだビジネスが乗ったらその後もいろんなも食べ物いっぱいあるんで、何でも言ったらこう、途中の軽食とかもいっぱいついてるんで、何でも言ったらすぐもできる。カップヌードルとかもあるしな。カップ麺とかもあるしな。なんかいろんなのがあるから、だからそんな言ったらすぐ作って持ってきてくれるし、すごくいろいろやってくれる。食べ放題なんですか、食そべれ。て食べ放題。食べ放題。で、俺貧乏性だからみんないっぱい食うやん。ほんま言うたら、ファーストの人なんか別に食わへんらしいよ。別にいらんもんは食べへんし。ビジネス乗ってるやつはもうがっついてんだもんだな。まだそんな超裕福でもないんで、まあまあがっついて食うてるよ。俺らよう食うてるもんがっついて。めっちゃおもろい。そう。まあそんな感じでね、まあいろいろ行きますよ、国は。なるほど。まあだから心理も今年の10月ぐらいにはどっか行きましょうよ、だからね。そうですね。いや、初海外。ほんまはね、ほんまにカーボベルデ行きたかったんけどね。まあそういういろいろあって、ちょっと話流れたんで。まあでもあっこに行くのは35時間かかるからな。やばいですよね。3回か4回乗り継いで。3回乗り継ぎをして、で、各空港でひどかったら10時間ぐらい待ったりとかな、乗り継ぎで。乗り継ぎって出れないからな、そこの国から外に。それがなんかちょっともうあれですよね、嫌ですよね。出れたらまだもう楽しだめかるらか空港でいつもビール飲んでるだけやけどな。ら。これもいつもそうやったらもう乗り継ぎでもうそこでビール飲むしかない、ビール飲んでるから。でももうあれラウンジだけですよね、待てれるのって。いや、別にいっぱいお店あるよ。中のそう免なん税店はいっぱい歩けるんで、別に全然問題ないよ。です。遊ぶ場所はまあまああるんですか、やっぱ国際まあ、線。空港の大きさにもよるけどな。その空港によるは、行ったところの。まあ、大きい国やったら、まあまあ、まあまあ広いですか。羽田みたいなで、感じ心理また固まるじゃん。よう固まんな、今です。日。そう、そんな感じやな。面白そう。なんか一応ちょっとイメージ湧いてきて、なんか楽しみになってきましたね、海外行くの。まあ、行ったらいいんちゃうかな、いろんなところに。そうですね。もう一回行って慣れてしまって、ちょっと前、なんか毎月なんかいろんなとこ行ったらどうしよう。いや、行ったらいいんちゃう。実際、行くのと行くのはちゃうし、やっぱり楽しいよね、いろんなとこ行くの。そうですね。で、しかも、まあ、初海外を、まあ、またちょっと動画撮って YouTube に載せるでも。いいと思います。まあ、どこに行くかはお楽しみということで。まあまあね、面白いとこ行っていろんなもん見て、実際触れて、で、現地にね、いろんなことができると、やっぱり考え方が変わって、まあいろんなことあるよ、なんせね。で、俺はなんかツアーが面白くないんで、勝手に行くタイプなんで。やっぱ決められてるやつは面白くないですか？だから大事なものを見落とすことはよくあるんやけどな。
そこ行ってそれ見てないんかいみたいなたまにあるけどな。ああ、その自分で行って、そこの、ここに行ったらこれ見るやろっていうものを、分からずに行ってるから、そうそう、もう全く知らずに通り過ぎることがあったりとかするけどははは。も、まあそんなんもあるけど、それもまた面白いし、要は、行き当たりばったりやるのも面白いし、どっちかというとあんまり決めないのも面白いし、まあそれは人の性格にもよるけどね。まあ、きっちり決めていきたい人もいます。で、人がこの国でここはあんま行かないでっていうところに行きたがるんだ、俺はどっちかというと。もう、冒険心のもう塊ですよね。そうやね。だから、まあ、ゴンザレスみたいには要せんけど、なんとかジャーニーでやってるやん、ゴンザレスが。よう言ってるやん。なんかありますね。危険地域にようはい。潜入してるやんか。はい。まあ、ここは危険地域に行かんけど、まあ、いろんなとこ行って、夜は一人でフラフラ飲みに行ったりするね。そこの国で。でも海外じゃ危ないって言いますよね、そんな一人でフラットでた。でももういつも決まったことでやるんで、はポケットに大体日本円で1万円ぐらい入れて、い。キャッシュを入れて、ほんで部屋のカードキーと、それと、クレジットカード1枚。なんでなんですか？それだけしか持たずに出んねなんでキャッシュ1万と、なんでそんな持ち物になるんですか？ん。もしもこう、なんか襲われるやん。強姦っていうか、お前金出せ、みたいな。そしたら金はこんだけしかないって、カード1枚と1万円しか要は持ってないって言って1枚渡したらいいや。とりあえず持ってるもん全部出しても、まあ1万しか用意しなかったら1万で済むって話です。ただもうそこで、それ以上取られることはないや。だから向こうもそんな殺したらいいんで、いちいちそんなことで。もう金取れたらいいんで、でもこれしかない、分かった、OK で終わるやん。だから、あれですか、そこで、いや、持ってないっていうふうに、逆らったら、よっぽど危ないことになるんですか？いや、知らんの、そこまでやられたことがないから分からへんね。襲われたことがないんで、分からへんねんけど。まあでも、だって、逆らうっていうか、もう、あかんと思ったら、だって、ナイフ持ってたり、銃突きつけられて、ないわとか言う余裕 それとか、3人ぐらいの大柄の人間に囲まれて、へいとか言われたときに、もうこれしかありまへんって言うしかないやん、だって。命の方が大事や、そんなもん。1万円ぐらいやったら。確かに。絶対言えないですね。ないとはで、言えまあ、そんな夜中にフラフラ飲みに出てくる、行く俺が悪いから。ない。だから、それはそれは自も覚あるんですね。自覚あるよ。でも、行くね。行っちゃうね、俺、いつもなんか。なんか行かない方がいいって分かっとるけど、やっぱ、行ってみたいっていうワクワクの方が勝ってしまうんですね。行ってみたいね。だから、なんか、フランス行った時もなんかパリのこの辺はあんま行かないでねって言われるところに一人でフラフラ行って夜中に。で、なんかスポーツバーがあったからふっと入って、で、ビール頼んで、で、なんかみんながサッカー見ながらワーワー言うてるから、俺もようわからんサッカー見ながらワーワー一緒に言って、で、そこはなんかピーナッツのこんな殻付きのわかるかな、殻付きのピーナッツの。外のガワついてるやつな。あれをバリバリ剥いてみんなが食べながら相手にビール飲んでんやんか。その殻を全部下に掘ってんねん、足元に。だから俺も同じように、いかにももう俺慣れてんでって顔しながら、こうバリバリ追ってこう食いながらビール。結構あれなんですね。溶け込むの上手なんですね。どこへで香港行ったら、大体夜中朝まで飲んでたりすると、朝方にファミリーマートとかに行って、そこでおでん買って食べたりとか。こういうのあるんですか？確かあったと思うよ、なんか。で、それやってると、公園の明け方にもおじいちゃんとか集まってきて、太極拳やってるから、